思いの力見せてあげる。私に飛ぶ力を。この力でみんなを守る。めっちゃ強そうじゃない。攻め時だね。行きましょう。大丈夫の出番だね。次はどうしよう。仕掛けます。よし、いつでも行ける。これが効くはず。決める。行きましょう。届いて、私の癒し。攻め時だね。私が支える。私の出番だね。はい、この輝きをみんなに。次はどうしよう。任せた。行くよ。私に任せて。特別はここに。行きましょう。よし、やるよ。どう動こう。完璧。行くよ。仕掛けます。これを。よし、やるよ。いつでもいける。カゴを。行きましょう。届いて。カゴをでもやれます。大丈夫ですか。これで回復。やるよ。よし、仕掛けます。大丈夫ですか。次はどうしよう。決める。どう動こう。カゴを。仕掛けます。元気のおすそ分け。大丈夫ですか。やっ。カゴを。あった。行きましょう。私の番。くらえ。行きましょう。大丈夫ですか。これを。まだ負けてないよ。どう動こう。カゴを。行きましょう。大丈夫ですか。次はどうしよう。よし、私の。あっ、くらえ。いつでもやれます。これを。いつでもやれます。大丈夫ですか。どう。よし、やるよ。くらえ。よし。
次はどうしよう。いつでもいける。カゴー、よし、やるよ。やっ、勝てたね、お疲れ様。でもリーダーで、青リーダーだからといって、一旦今後の青ちゃん、ねえ青、しっかりし、リーダー。じゃあ、あなたは何者？まだ疲れてる。ダメ。何これ、悪い夢。話しても聞いて、わかっ、いろいろお疲れ様。ひなこさんは前に原種ってやつと戦ってたんだよね。そしてひなこさんは原種に勝った。その時はどうやってか、難しい質問だね。クラックが起きて大変なことになって、私何が正解だったのか分からなくなっちゃって。ごめんね。きっと私は青の求めるような答えは出してあげられない。どうい
私も正解はわからないんだよ。リフレクターになって原種に立ち向かうことになって、無我夢中だった。私たちは思いを守るため、最終的には全ての原種をリフレクトしたけど、でもそれが正解だったかどうかはわからない。だって世界は救われなかった。結局灰は世界を滅ぼしてしまった。でもそうするしかなかった。言ってしまえばその通りなんだけどね。自分自身で納得できるかどうかはまた別の話。そんな私から言わせてもらえば、青はとっても頑張ってるよ。何が正解かもわからないこんな世界で、青は私たちの進む道を切り開いてくれた。それってとってもすごいことだよ。本当はリフレクターの先輩である私がもう少し頑張れたらよかったんだけど。そんな、私ひなこさんがいるとすっごい心強いよ。ありがとう、青。なんだか逆に励まされちゃったな。なんだか少しひなこさんのことを知れた気がする。恥ずかしいな。ずっと答えを探してた。でもそうだよね、わからないものはわからない。ならやれることをやる、それしかない。うん、私も全力で手伝うから。ありがとう、ひなこさん。私もう少しだけ前を向ける気がするよ。してた。弱音を吐いちゃいけない。リーダーって。でも違ったんだ。そういう風に突きず、私はやっぱり特別な人間にはなれなかった。私はこのチームが好きだ。この世界で出会った。だからみんなとの、みんなに伝え。私のせいで、それと、それを言う、え？うん。もしあの時、青ちゃんがこ、はい。でも青、いち早く青が前を向いたからこそ、私たちはこうして、今も生きていられるの。じゃあ、うん。幸いなことに、生きていれば。そうだよ。また、不安があるなら言って。うん！ようやく、青ら、ああ！私、今までの人生で、こんなに感謝されたこと、な、でも、こんなにたく、に出会えて、私は特別じゃない。でもみんなとのこのつながりだけは
変えられない特別だ。私たち